はい、久保さん、おはようございます。気になる男、第176話でございます。第176話でございます。さあですね、前回ですね、前回はこちらでしたね。どこに向かってますか、どこに向かってますか、とね、コンテンツとは問題解決なんですよ、みたいなね、お話をしていただいたところでね、それを受けての176話になる でですけれどもねの男とということでちょっとねあと時間をねちょっと固定しようかなと思ってまあ締め切りの時間ですけどね <laughs> まあれね一日何個もやるっていうのも一つのやり方かなと思ったんですけどまあ毎日ねある程度時間をこう決めて この時間に向かってやるんだっていうね、もう9時っていうね、形に向かってやってるんだっていうところを決めてこうやっていくと、少し自分のスケジュールが決まるのかなと思って、まあ、久保さんの場合は絶対、返事が返ってくるっていうね、100%返事が返ってくるっていうような強みがあるんで、まあ、他の方はね、リレーすると、まあ、いつね、帰ってくるかって非常に分かりにくいというか、分かりにくいっていうか、ね、ブレる、ブレるんでね、久保さんはまるで機械、機 <laughs> 光るように絶対返事が返ってきますんでとなるとあとは自分がいつ返すかだけになってくるんでどちらかというとそしたら自分も同じ時間で同じ時間に向けてねお返事できればリレーは続くかなと思いましたんで今度はね、えー、自分の方こ自分がですね自分がしっかりと、えー、形をしっかり できれば非またいろんな変わってくるんですけどやりながら変わってくるんですけどまあこんな感じにちょっとしようかなと思って今回はちょっとまたこの形に戻してみましたよーということで戻したっていうのはあれですねまたこのコンテンツじゃないですけどスライドの形にまた戻ってきた感じになってきたんですけれどもということでね毎日1回ならこうやって12月9日金曜日の分ですみたいな感じで言えるんでまあライブの後に作ろうかなと思ってまあライブ ライブの、朝のライブの準備をして、その準備で早めに終わったら気になる男の準備をして、で、一日,日の動画のまた作、動画を作っていくみたいな感じにしようかなと思っていて、まあ、そんな感じでちょっと流そうかなと思って今、いろいろこうやりながらやってるところなんですけれども、さあですね、ということで、どこに向かっていますかということで、スタートしていきましょう。ショー <laughs> <laughs> で前回久保さんが言われたのはこれでしたね。情報発信で成功する3つの法則。まあ、法則がありますよと。情報発信で成功するにはちゃんと法則があるんだよっていうね、いうところを言っていただいたんでね、そのおさらいをしていこうかなと思います。はい、ということで、情報発信で成功する3つの法則。この3つを言っていましたね。動画の中で前回175話で言ってたのはこちらでございます。まず1つ目ですね。 えー、自分の納得できないことからやりましょうと言ってましたね。自分の納得できないことからやりましょうと。まあ自分がね、なんかこう、今ね、稼げてないと。今稼げてないでしょうとね。もうズバリ、ズバリ言いましょうと。ズバリ、あなたは稼げてないと。ズバリ <laughs>、ズバリ、あなたは稼げてないでしょうっていうね。今、自分の娘がね、小学2年生なんですけど、ちぃまるコちゃんをよく見てるんですよ。で、ちぃまるこちゃんのあの、学級委員の、 丸尾くんだったかなちょっと名前覚えてないですけどね。丸尾くんがね。ズばりなんとかでしょうっていうね。やっぱ学級委員はこうバシッと言いますよねきっちり。だからこそ学級委員たるところでね。いつもこう丸子はね。いやどっちでもいいんだよ。とか言ってね。えー、隣のたまちゃんがね。それじゃダメだよ丸ちゃんみたいなことを言ってね。いつもね。それではダメですよ桜さんみたいなね感じで。 <laughs> 下級ュ<員>の <laughs> 名前が忘れましたけどね、ズバリなんとかでしょってね、いう感じでいつも。で、いつもかっこいいなんとかが、花輪君だったかな、花君がね、それはなんとかなんだよ、ベ,ベイビー、<laughs> ベイビーだったかな、<laughs> ハニーとか言ったかな、<laughs> 言ってなんかこう物語がいつも展開するところでね。で、よくマルコが言うのはね、こんねなんかしたくないんだけどなーって言いながら、こう、ブチ,ブチブチ、グチグチ言いながら <laughs>。 やるっていう物語の展開なんですけどもう納得できないことばっかりをねやってあ納得ねできることばっかりをやってその今にい稼げてるなら問題ないと言ってましたよね久保さんがね言うてました。今ね自分ができることをやって稼げてるなら問題ないしまあそれが一番ですよね自分がこれがやりたい、うん、これをやろうと思って稼げてるああこれはでこれでね稼げてるすごい納得感がありますし非常に充実するんじゃないでしょうかと。 ただしい自分がやりたいことをやって稼げてないとこれはまずいと <laughs> これはまずいと <laughs> いうことでねそうなると稼げないとやっぱりその不安がたくさん不安を抱えたり、まあ、思うように稼げなかったりするとい,いわゆるこの アウトプットがうまくいかないですよね。稼げてないんでこう自信が、まあ、できないかなと思っていて、えー、それは詰まるところ、納得できることからやってるんじゃなかろうかというね、えー、問いがありました。納得できることから自分がこう取り組みやすいことからやってるんで、えー、結果が伴ってないんじゃないでしょうかっていうお話だったのかなというところでね、えー、つまり納得できないことから、じゃあ選択していけばいいんじゃないのと、まあ、あっちの道、こっちの道っていうね、いろんな道がありますよと。 でお金を稼ぎたいなら、ね、ゆ,っくりゆ,っゆっくりやってもしょうがないよと、ね、年齢がどん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 、ね、年が高くなれば本当に頭の回転だったり体の動きだったり、ね、なんかこう新しいものをこう貪欲に吸収できるっていう吸収力っていうのも少し衰えてくるんじゃないかなというところで最速でね行きましょうとお金を稼ぐ最短ルートですよね歩いていくのか自転車で行くのかオートバイで行くのかそれとも高速道路に乗ってね 最速、スポーツカーで行くのかね、スポーツカーでもなんかすごい距離、スピード出るやつあるんですよね、全然知らないですけど、100、100何キロなんか吉永さんが180キロぐらい出る車がうんてらかんてらとかなんか言ってたんで、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、ともかくね、その、いっぱいいっぱい早く走れる車がいいですよね、早く行った方がね、とは思ってて、やっぱゆっくり行ってちゃっていうところもあるんで,で、やっぱそうなってくると当然ね、 こう危なっかしい橋もちょっと渡るところもあるんですけどそれを含めてちょっとスリル満点でいくと、まあ、満点は必要ないですねスリル満点かどうかはあれなんですけどまあ自分のねこうちょっと少しね危ない橋を渡ったりもしてやっていくと非常にもう人生少し ロマ,ンロマンもあるんじゃないかなと面白さもあるんじゃないかなともちろんね成功する道っていうのをね最短距離で走るのは当然ですけどそこに少し人生の喜びっていうのは楽しみとかねそういうところもやっていけばいいしもしねそこで失敗したとしてもまあそういうこともあるさあと当然新しいことをやってんのか失敗するよねみたいなところも分かりながらやっていくと非常にいいのかなと思っていても自分がねこう今までやっていて うまくいかなかったり、うまくいってないっていうところの現実がね、そこに目の前にあるならもうそこはしょうがないですよね。うん、しょうがないんで、じゃあもうできてないっていうんらちょっと違うことをやってみる。うん、違うこと。まあ、要は裏側ですよね。うん、仕方ない感じ。今まで自分は手は出さなかったけど、ちょっとやってみようかね、みたいなね、いうところ。やっていくと非常にいいのかなと思いますしね。まあ、それが。 新しくインターネットで YouTube を発信するのはね、なんか新しいことを YouTube を見るだけだったのが YouTube を発信するようになる。これで本当に変わっていきますね。で、まあ自分はこれで変わりましたから、単純に。うん、前、昔はね、初めは Twitter やってたんですけど、Twitter だけじゃなく、やっぱり新しいスキルということは YouTube っていうことでね、新しい。 例えば自分だったらスライド動画を作るっていう塾をね、運営してるんですけど、新しくスライド動画を作って、発信力を身につける、発信していく、広告収入を稼いでいくみたいなね、ことができると変わってきますよね。最近に入ってきた塾生さんでもね、もう今、チャンネル登録900人ですよ。すごい、950人かな、960人かな、1ヶ月で960人ですよ。これ、やばいですよね、本当に。1ヶ月で、もうすぐ多分1000人いっちゃうんですよ。本当一1ヶ月ちょっとで、 その y YouTube ね投稿したしてチャンネル登録1000人いっちゃうんで、いや、これびっくりですよね、本当いや、自分もびっくりなんですけど、本当に <laughs>。いや、すごいなと思って、行く人行くんだなと思って、みんな同じことやってるんですけどね、同じことやってるんだけど、差が出るっていうね、やっぱここ不思議ですよね、ほんとやってて。うん、同じコンテンツ、同じ、別に自分の教え方が上手くなってるわけじゃないですからね、そんなに。なので、やっぱり、これは、あ やっっぱりりあるんですね <laughs> と思ったりもしてだからね YouTube で発信するって本当にすごいなだから今までそのやってなかった人がねこういきなりこうやりだして急に変わったりするんでやっぱそこはすごく違うなと思ったり今までね見て,る見てる側だったのがやってみてね初めて自分の才能に気づくとか自分のね 持ってるその自分自身が驚くみたいなあ俺こんなにできるんだみたいな知らなかった俺みたいなそうやって自信がついたりねすることによってこうまあもともとね納得できないことからやったことないことからやってたんだけどいつの間にかあれこれ得意になってるやんみたいなね いう <laughs> ってると意外と面白いですよね。なんでこの納得できないことをやってみるですね。まあこれはそんなにこう気合入れてやらなくてもいいと思うんですよ。まあ、少し軽いノリでね、なんかみんながやってるんでちょっと俺もやってみるかぐらいな感じでやってみたらうまくはまったりするので、ね、これは非常に新しい発見だったりしていくんじゃないかなとは思うんですよね。そしてね、この新しい発見をしたらもうすぐこの2つ目に入ってもいいんじゃないかと。新しい ことを発見してみてみ今までやったことって大してそんなに見新しくないからそんな驚くようなこともないし何か自分で俺すげえって思ったりもしないんですけど、まあ、毎日すげえこともやってないと思うんでねただ新しいことをやっていくとこうなるんじゃないでしょうかねやっぱりこれなんかちょっと新しいこと発見したら誰かに話したくなりますよねってか自分は結構誰かに言いたくなるんですよちょっとき聞いてよまでは言えないですけどちょっと俺すげえんだっていうのを誰かに言いたいけどね言ったところでそのなんだろういやいやそれぐらい ねえなんだよみたいな。<laughs> お前の話聞いてる日はねえんだよみたいなね。<laughs> いう形になった時に、じゃあもう自分で発信しちゃえばいいんじゃないっ自分で発信したらねあその、興味のない人は聞かないですかねとか離脱、勝手にするじゃないですか。だって YouTube だから。人迷惑かけないっていうのがいいですよね。ねえねえ、聞いて聞いてっ,つって人に話しかけた時に、いや俺忙しいんだよ。お前の話なんか聞いてらんねえよ。みたいな。うぜえよ。みたいなね。言われる恐れがないっていう、それが一番いいですよね。でコメントが入ってくるかっていうと、コメントそんな入ってこないです。そんな、そもそもね、あの、 め,めんどくさいやつにめんどくさいなんてコメントなんかしてくるやつよほど気にしてる人ですよだからアンチって言ってもよほどね気にしてくれないとアンチが来ないですよ本当自分もこれやってみて分かったんですけどなかなかアンチをアンチになるまで関わってくれないですよ本当ね普通はね何も言ってこないっていうか言ってくる方逆に驚きますからねこれ初めてやっぱり自分で情報発信した時にアンチコメントが来て喜びましたからね自分ありがとうございましたーすってあざっすってね 初めはね、そう、誰も来ないんで、誰も来ないって情報発信して、なん、なんとも、うんとも、こう、なんかこう反応が見えないんで、でもう、どう、どう、どうしていいか分かんなくて、なんかもう、最後、泣き、な、な <laughs>、泣きの発信してたんですよね。なんでどうなってるんですかみたいな感じで、なんかずっと、とうとうと、なんか述べてたら、そしたら、ね、アンチの、アンチ様が入ってきてくれて、いやいや、こう、もう、続けて、続けたって、お前、意味ねえよ、みたいなね。全然、再生数も少ないし、意味ないじゃないかってね、 コメント書いてくれたんですよそれでねありがとうっつって <laughs> ありがとうじゃないですけどありがたいわみたいなねそれであよしこれ誰か聞いてくれる人がいるんだなと自分のねこの悲しさを聞いてくれる人がいるんだなと思ってねなんか続けるもしかしたらそれが続けるきっかけになったのかもしれないですねはい <laughs> そんな感じでねこう何がねこう続けるきっかけになるか分かんないと思ってねそうやって自分はこうあそれで聞いてくれる人がいてねでそっからねずっと続けていったらある時ね いやずっと聞いてました」っつってねで「塾入りたいでって言ってね入っていってくれた方がいてで今はねこの入ってくれた方が本当にもうね動画50本かな動画60本かな60本ぐらい作って昨日かおとといは本当に2本ね動画作っててど,ど,どうして2本作ったんですかっつったらいやその人はそのニュースをやってるんで昨日ね緊急で視聴者さんにお伝えしたいことがあったんで2本目作りましたっつってたい1日1本毎日ね会社から終わった後作ってるんですけど もう11時切り23時、ね、10分前ぐらいにこれは皆さんに速報せねばいけないなんかニュースがあったんで急遽2本目作りましたみたいなこと言ってんよもう,もう完全にもうなんか報道報道してる人やんみたいなね <laughs> 報道マンになってんじゃんみたいなね形になってたんですけどいやなんかもう使命感ですすでに使,使命感を、ね、帯びているっていうねまあその海外のニュースはね発信してる。 コンテンツを扱ってるんですけどね、もうこれはね、扱わなきゃいけませんっつってね、もう <laughs>、いう感じでね、おおすごい、みたいな、ね、感じで思ったんですけど、本当にこうすぐにアウトプットする,する、これは確かに、確かにうと、もう、昨日その、ね、自分が知ったことはすぐこの日にやらなきゃいけないんで速報出しました、みたいなこと言ってたんで、いやまさにこのすぐにアウトプットするって大事だなと思いますし、本当にこれをやることによって、もう視聴者さんにこう伝えたいっていうね、気持ちがあると。 自然とこう体が動きますよね。だから普通自分でこう発信すると思うとね、えー、何時になんかこう急にはちょっとって思うんですけど自分もこれを今日今日ですね本当今日を決めてその気になる男に、ね、毎日どこでどうしようかな一日一回大体撮ってるんですけどいつも大体朝撮ってたんですよね朝撮ってたんですけどやっぱ朝ってどうしてもその寝起きだったりもしてちょっと 声もね少しそんなトーンも小さめにしないとねさすがにね朝の3時ぐらいからね元気ですかみたいなこと言ってたらちょっとね <laughs> <あ>の <laughs> 家のものにも近所にもねちょっとあれなんでであれば家のものがね起きだしてからそこからねえ動画撮るっていうのどうだろうと思ってまあ朝のライブをだいたいいつも6時からしてるんでそのライブの後って少し気持ちが高ぶってるというかまあ視聴者さんが ね、あの6時の久保さんのライブの後にやってるんでその視聴者さんが流れてきますんでねその視聴者さんといろいろそう会話するんで気持ちがちょっと高ぶってるっていうところもあってその高ぶりを抑えるためにも動画をこう撮ってね少しクールダウンっていうところでそうそう何もしないと今度気持ちが高ぶったまま何かおかしなことになっちゃうんで <laughs> <laughs> なのでそうなったらこうやっぱ気になる男を。 撮るっていう、ね、感じで、まあ、久保さんはね、絶対動画を撮ったら100%返すんで、100%ですから、100%なんでね、そしたらもう、その時にね、こう高ぶった時に気持ちをこう、少し。で、高ぶったままこう喋ったら、今度ね、あの荒のところに行っちゃって、何言って何何、何、お前何言っとるんじゃ、みたいになっちゃうんで、そしたらやっぱり、この形が一番いいかなと思って、<laughs> ね、この形にすると、 あのブレないんであのスライド動画だと途中で変なとこ行ってもちゃんとスライ次のスライドに行かないといけないんでというところもあってねそういう意味を含めてちょっとここ1週間ぐらいかなちょっとスライド動画をやめてやったんですけどやっぱり あちこち話がいっちゃって飛んじゃいますね。だからやっぱりスライド動画がいいかなと思いまして、また戻った次第でございますと。はい。ということでですね、すぐにアウトプットするっていうのは本当非常にいいことかなと思いますね。本当に。そして3つ目ですね。はい。3つ目いきましょう。3つ目はこちらを大久保さんが言っておりました。難しいことから会いましょうと。 えー、で、この話の中でセミナーをやりましょうみたいなことを、セミナーなんてやったことない、そもそもの人、セミナーなんてことやったことないでしょうみたいなね、じゃあセミナーやってみましょうよっ,つってね、そのセミナーするとね、そこでいろんな人と触れ合うことができるしね、その後ね、懇親会みたいなことができて、そして懇親会だとね、ちょっと砕けた感じになったりして、ね、そこで少しね、自分が。 販売したいね、えー、商品。あったらね、そこでちょっと声かけるのは、そんなに辛くないでしょうとね、みんなが打ちを解けた間ならね、そしてもしね、人が来ないなら、それがね、セミナー映像にも残りますんで、ぜひね、セミナー映像をそれをそのまま動画にしてコンテンツにして販売もできるでしょうということで、本当に一挙両得というかね、本当にすごく効率のいいやり方なんじゃないかということを言ってましたしね。 セミナーができるならやった方がいいと思いますしね、本当に。だいぶコロナもうっついてきたんじゃないですかね、多分かなり、ね。会場を取ろうと思いはれたりしたりするんじゃないですかね。なんかそんな気もしますね、本当。自分が初めてあのネットのビジネスを教えてくれた人っていう方も100万を作った時に、まあ、教えてくれた時は全然お金稼げてなくて無料コンサルっていう形で一緒にやってくれたんですけど、その人が 女の人だったんですけどね、私、もうセミナーやるっつってね、それでセミナーやって、そこでセミナーからコンサル10万を3人を確か取ってたんですよね。なんで、1日に30万稼いだわーっつってね、ああ、すごいですね、みたいな感じで言って、もうこ無料ンコンサルなんてやってらんないわよ、みたいなね <laughs>、言って <laughs>、言ってましたね、もう10万、10万、私は10万女よ、みたいなこと言って、もうその日で1日で30万ぐらい稼いでたんで、あこれセミナーはいいねっ、つってて <laughs>。 <laughs> じゃまたやろうからみたいなでその次の月もセミナーやっててあまた10万円3人チャージしたわよみたいなこと言ってそんなそういうことそんなことやってたら今度普通の塾のんだろう塾を作ってそれでまた売ってもうどん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 まともとその人は営業だったんでもう口がねもうよう喋る人だったんでねもうどん,どん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 稼いでもう普通に月収100万達成しちゃったっていう そんなに難しいことそれも何だろう2月ぐらいに2年前の2月ぐらいに出会った時に出会って、まあ、その時はまだ無料コンサルだったんですけどそこからすぐセミナーやって月に30万稼いでその後もうゴールデンウィーク明けた頃にはもうあそうゴールデンウィーク明けてもういっぱいなんか時間があったんでゴールデンウィークでそのコンテンツを作ったみたいなですねわって気合い入れて軸のコンテンツを作ってそして売り出したら あもうね無事その100万月賞100万5月中に達成したみたいな感じだった本ほんと3ヶ月ぐらいでしたよね早いなと思って <laughs> まあいい人に教えてもらったなと思ってて初めはね登り流の人に教えてもらいましたけどねもうもうできますよっつっ、ね、てできるよっつって <laughs> で東京にも来てねちょっと いろいろ懇親会とかもしてたんですけど普通にこう東京に来てもいろんな話をしててそのだから東京でセミナーや東京でその,その人のセミナーを受けたいっていう人がいたんで東京に来てなんかやったりもしてたんでねもうすごい行動力がある方だったなと思ったんですけどねそうやってやっぱりいろいろね自分が行動していくと本当にすごくいいと思っててやっぱ難しいことを、まあ、その人もセミナーなんかやったことないけどまあやれるでしょうみたいなね。<laughs> <laughs> いつもだって営業,営業でお客様のとか行ってんだから別に一緒でしょみたいなこと言っててあまあそうですねみたいな <laughs> こと言ってたんでねああね今だからそういうことにも躊躇なくねやっぱできる人っていうのはどんどん,どんお金稼いでいくなと思って久保さんも確かそういうこと言ってたかなと思っていて自己アフリエイトからねセミナーして。 お金をどんどん稼いでいったよみたいなことを言ってましたねっていうところがあるのかなということで最後おまけですねはいおまけは今度最後自分の話になるんですけどねやっぱりこうやって情報発信するときもある程度こう題目があるとすごくやりやすいなと思っていてコンテンツを作るときつまり動画を作るときですね普通にベラベラ喋るのもいいんですけどねやっぱりこうやって問題解決というかね 今回で言うと情報発信をすよね成功法則3つっていう久保さんのお話を受けて自分もね同じように、ね、お話しさせていただいたんですけどやっぱりこう問題解決するコンテンツを作っていくと非常にいいですよね、うん、なんかそんな気がしましたしやっぱスライド動画って強いなと思って自分がこのブレない、まあ、学校の授業とかの先生とかも一緒だと思うんですけどある程度こうお題目に沿ってこうやっていくっていうのはすごくいいなと思って、まあ、途中で よく先生も脱談する先生とかいうじゃないですか。で、脱談しっぱなしでどっか行っちゃう先生も <laughs> いるんですけど、やっぱ、ああ、いかにかんっつってね、授業に戻らなきゃって言ってると思うんで、その授業の何かがないとで、もう戻れなくなっちゃう気がして、そういう意味でやっぱりこのスライド動画ってすごくいいと思いますんでね、もしスライド動画学びたいって方はね、まあ、自分の方、声をかけていただければね、そういう塾も開いてますしね、そうそう、もうチャンネル登録1000人ですよ、1000人いってる方がいるんでね、これちょっと、やばいですね。<laughs> <laughs> まあ自分で言うのもあれなんですけどねもしよかったらねちょうどもうすぐ年末なるんでね、まあ、いろいろね会社員で忙しい方いると思いますんでね年末年始だけは時間取れるよっていう方いると思いますの、ね、で、まあ、よかったらね問い合わせしていただければいいと思いますし自分もそうなんですよあの年末年始にいつも時間がいていやなんかちょっとお金年末にお金稼ぐんか会社以外でお金稼ごうかなみたいなねことやってだいたいなんか単発でやって。 うまくくいかなくてそれでそのまた年始年明けてねまた新しくその, <laughs> そのまた忘れたって仕事ばっかりしてああまた1年経っちゃったみたいになってたんでねできればこうやって長くね付き合える人と一緒に見つけるとねその関係が続くんでやっぱ一人でやろうとすると単発で終わっちゃうんでできればね 自分がね、いいなと思う人に、ね、声かけていくと非常にいいのかなと思いました。はい。ということでね、気になる男第176はこんな感じでね、終わっていこうかと思います。はい。ということで、これ最後のスライドだったのかなそうですね。これ最後のスライドなんでね、もしよかったら YouTube ね、どんどん作ってみて、そしてね、お金稼いでいくっていう行動できると非常にいいのかなと思いますし、そしてですね、12月20日でしたかね、久保さん。20日ですよね。そう20日の火曜日ね、また、えっと、ズームライブやりますのでね、久保さんと。 その時までね、その時に、その時までに、ね、また自分も少しいろんなことを挑戦していこうかなと思いますんでね。まあ楽しみに待っててください。あ、これ出しとけばよかったですね、テロップ。<laughs> はい、まあで、ね、もうちょっと先なんでね。まあ、概要欄に、あのー、ズームの、あのー、何でしたっけ、と、 なんていうん、URL かまあ合ってるんでまあ20日まあ近くなったらねまた告知しますんでねまあもしよかったらそのまた覗いてみてくださいそれでねやっぱズームをやってね久保さんとのズームをやっていや聞きましたよっつってねちょっとせっかくなんで問い合わせしますっていう方がやっぱ来てそこでね体験プログラム入ってまあ体験プログラムっていうのをやって。 あのやってる方今いるんですけどねそうやって伸びどんどん伸びている方いるんでねもしよかったら声かけてみてくださいまあその時でいいと思いますよ急にねいきなりっていうのもないんでねきっかけがある時はやっぱりズームライブとかやった時だと思いますね是非ねまああと10日ぐらいかなちょうどあと10日11日ぐらいありますんでねまあ 時々この気になる男見てる方はね、その時のズームライブ、また見ていただければいいのかなと思います。はい。ということで、気になる男第176話、こんな感じで終わっていきます。はい。では次回、久保さんよろしくお願いします。そしてね、また皆さんまた次回、この動画で気になる男で会いましょう。それでは、バイバイ。